水環境研究室では水環境問題に関わるさまざまな研究を行っています。今回は3つの研究を紹介します。水環境保全研究室に所属している博士前期課程2年の近藤良次です。私は水道水中の残留塩素に関する研究を行っております。残留塩素は次亜塩素酸やそのイオンなどがあり、非常に強い殺菌漂白能力を持つことで知られています。身近に存在する物質であり、その殺菌能力を目的として水道水やプールなどに加えられています。残留塩素の殺菌能力のおかげで私たちは安心して水道水を飲むことができます。そんな残留塩素ですが、問題点があります。残留塩素は時間の経過により自然減少していき、その殺菌能力もまた減少していきます。残留塩素の減少の傾向を把握することは残留塩素を制御する上でとても大切なことになります。そのため私たちは研究室での減少実験を行ったり、排水場や配管網の測定データを用いて分析を行っています。はじめまして、博士前期課程1年早川拓海です。僕の研究ではプラスチックに関する研究を行っています。近年世界でプラスチックの海洋進出が問題となっています。海洋プラスチックが流出することによって、海洋生物がポリ袋を餌と間違えて食べてしまったり、また漁業や観光業に被害をもたらすことがあります。そこで私たちの研究室では、プラスチックはなぜ海洋に流れてしまうのかを考え、プラスチックの発生源を20歳に焦点を当てました。そこで20歳自体以内の河川からプラスチックが海洋に流出することを仮定して、対象河川におけるプラスチック質量計測や組成を調べ、組成別の割合を調査することを目的としています。水環境保健研究室博士前期課程2年のリュウです。マレーシアから来ました。私の研究テーマは梅田川における亜鉛流出源の調査です。目的は梅田川の亜鉛濃度の時間変化を把握して発生源を明らかにすることです。本研究の実験方法は大きく3段階に分かれています。最初は自己採水器での検知採水、次に原子吸光行動計を使って亜鉛濃度を測定します。最後にパソコンでデータを分析考察をします。この大学では自分がやりたいと思えばいろんなことができると思うので、その自分から積極的にやりたいことを探していくといいのではないかと思います。以上で水環境研究室の説明を終わります。よかったら研究室に来てください。待ってます。